ルドルフ表の扉過去の天文学者たちが描かれている。台座中央の地図に描かれているのはティコブラーへの天文台があった弁当。ルドルフ表に準拠して描かれた世界地図ルドルフ表は神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ2世の勅命によって1627年にドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーが作成した天文表である。 ラテン語による現代は、タブヤリー・ルドルフニー・アストローナミッキー。英語では、ザ・ルドルフニー・テーブルズ。ドイツ語では、ルドルフ・ネスケント・ファローンという。天文表とは、数年分の理科年表の歴部と天文部を合わせたような天文データブックで、主に諸惑星の位置推算表からなり、主として、先生術における出生天宮図の作成のために利用された。現在でも、 先生術の教本には、天体歴が付属しているまた、対数表や、惑星の位置水産の手順も収められていた。惑星の位置水産表は、プトレマイオスの体系に基づく、アルフォンソ表やレギオモンタヌスの天体歴、コペルニクスの体系に基づく、プロイセン表に変わるものである。ケプラの法則に基づいて計算されたその数値は、従来の星表の30倍の精度を持ち、 指動説の優位性を決定的なものとした。また、構成のカタログも収録されている。16世紀内からコピーが出回っていて、ブラウの天球儀やバイエルの製図、ウラノメトリアの元データを含むティコブラーへの製表の完全版のほか、これに漏れた構成をプトレマイオスやバイエルから取ったほイ、さらに南半球でオランダの航海者ペーテル・ケーセルが観測した構成の カタログも収録されている。飛行の観測精度は観測機器を巨大化することによって1分角以内に達しており、大気差の補正も行われていた。ありがとうございます。